ミシェル・ガラブリュ、ミシェル・ガラブリュ、ミヒエル・コレイ・ブリーは、フランスの俳優、喜劇俳優、ジャン・ガラブリュと、女優、エマニュエル・ガラブリュの父親にあたる。1977年、第2回、セザール賞において、ベルトランタ・タベルニエ監督の、FR ・レジュゲイ・エル・アサシンで、主演団優勝を受賞した。国立土木学校の教授であったポール・ガラブリュの息子として生まれ、 父親が港の建設に関わったモロッコのサフィで7歳まで過ごし、その後少年時代の大半をエローケンルブスケドルブで過ごす。彼には二人の兄弟がいた。カズトは弟で医者で作家のマルク・ガラブリュであり、もう一人は兄弟子を書き18歳で結核で死んだ。少年時代からモンペレー HSC の大ファンである。彼はプロサッカー選手になることを夢見るが、 やがて俳優になることを志すようになる。彼は7つの異なる学校に通ったが、そのうち12回、サシャ・ギトリの教えを受けた。後に、ガラブリは2001年、ギトリとの出会いを著書にまとめている。モンペリエのサン・フランソワ・ピエール・ルージュ中学、パリ16区のイエズス会の私立サン・ルイド・ゴンザグ、高校に通った後、1年間父の仕事を手伝った。ナチスドイツによる、 フランス占領に伴う強制労働によって、オーストリアのクラーゲンフルト、ついでユーゴスラビアに送られ、そこで、地頭のパルチザンに解放される。フランス国立高等演劇学校に入学した、ガラブリュは、ドニ・ディネスのクラスでの3年間の教育の後一等賞を獲得し、1950年9月1日より、コメディフランセーズの舞台を踏む。ジョルジュ・ダンダンでデビューした、彼は、 モリエールの他シェイクスピア、ピエールド、マリボー、ジョルジュ・フェード、ジョルジ・ュクルトリーヌ、ジュール・ロマンなどの古典から現代までの戯曲を演じ、1957年まで在籍した。また映画では、1951年に、ジャン・ド・ベーブル監督のマファム・マワシュ・イモアでデビューする。1960年から1990年、フランスのコメディ映画の代表的な俳優として、 ガラブリューは250もの映画やテレビドラマに出演した。いくつかの映画は成功したが、本人の告白によれば、その他の多くの映画は、食いぶのためのものだったという。大根戦でのインタビューでは、監督のジャンジローに対し、私から、ルイド・フィネスを取ったら、ただの大根役者でしかないとまで言っている。とはいえその言葉は、彼の謙虚さから来るものであり、 その輝かしい業績は、ベルトラン・タベルニエ監督の F.R. レジュケイエル・アサシンによって、第2回、セザール賞での主演男優賞を獲得したことで知られる。1961年に、イブロゲール監督の F.R. ラゲールデ・ブートンズでブルバール劇場の雰囲気を演じた。彼は、1964年の大混戦より始まる。 ルイド・フュネスのサントロペシリーズで準主役の上司役を務め、多くの大衆に知られるようになった。演劇では、ラファムジュ、ブーランジェや、超人貴族を演じた。また、1972年には、ピエール・チルニア監督の映画、FR レバイオジャーで、ガリポー医師役を務めた。1983年に、ルイド・フュネスが死去すると、彼が演じる予定であった。 ジャンマリー・ポアレ監督の FR パッピー・フェデラ・レジストンスで主役パピーを大役で務め切った。1980年からはミスター・レディ・ミスター・マダムシリーズでの保守政党員の父親、シモン・シャリエ役で知られる。他にもザ・カンニング・ IQ イコール・レイの警部役 FR レボ・バ・クレイカーの校長役 FR ユーラニス・アステリックス対カエサルの村長役。 FR レプティニコラスの文部大臣役、そして FR ブヤヌビヌ・シェレ CHT ズの大王子役で知られる。1999年にはテレビ局アイテレの開局式に出席した。同年、アステリックスシリーズの最初の映画に出演した。これは、クロード・ジディ監督の最後の作品の一つとなったほか、パピーで共演したクリスチャン・クラビエとの久しぶりの再会でもあった。 2000年以降80歳を迎えた2003年には、フレデリック・オービュル・タン監督の映画、FR、サン・アントニオで、ジェラール・ド・パルデュー、ジェラール・ランバンと共演し、また役作りのためにハゲ頭に沿った。またアニメ、ラ・プロ・ウ・フイシー・でグレ・ニューヤ、レ・ミネジア・アンシャンテの声優を務めた。2009年には、ノイ・オ・サメイル、FR、レプティ・ニコラスで脇役を務めた。2010年には、 ジュション映画祭で、テレビドラマ、アデュセプラスファッセルのために出席した。さらに同年、カテル・キレベレ監督の、FR、ウンポアゾン・バイオレントで、カンヌ映画祭に出席した。2011年には、長年のキャリアを称えられて、ブリガデル賞を受賞し、また、パリ市より、赤色大メダルを贈られた。2012年にも多くの映画に出演し、2013年には、FR、 オルドル、ナショナルジュ・マリーット勲章を受賞している。1984年、パリ18区にある、潰れかけたモーベル演劇学校を買収し、自らの劇場として改修した。これは最初モーベル・ガラブリュ劇場、ついで、モンマルトル・ガラブリュ劇場、そして2004年からは、ミシェル・ガラブリュ劇場と改名している。彼は、またよ1985年に、十字劇場テアトルで、 ディックス・ウールも買収し、若者のためのデビューの機会を作っていたが、その計画は4年しか続かなかった。劇場自体は、現在も存続している。同じく1980年代中盤、ボクリューズ兼マロセーヌで、下演劇祭を開き、5万人の観客が訪れ、8年間存続した。またミシェルガラブリュ劇場をはじめ、様々な劇場で、更新の指導に当たっている。 2008年、モリエル演劇賞を受賞した。演劇デビューから60年を数える2014年にも、数多くの舞台に出演し、特に1980年代から好むマルセル・パニョルの、戯曲を多く演じている。2014年10月の弟マルクの死、また2015年8月の妻、クロードの死により、晩年のガラブリュは、深い心痛を追っていた。 2015年10月27日には93歳の誕生日に一人前代を演じて健在ぶりを見せたが2016年1月4日に家族の言葉によれば眠りのうちに死去した。葬儀は1月12日にパリのサンロック教会で行われモンマルトル墓地の32番区に埋葬された。ありがとうございます。